先生の授業でしょ。でもあれですよね、毎回あれですよね。そうそう、パターン一緒だよね。こうだよね。これをからのこれ、これ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 ね。ハロー、ハロー、元気元気元気ですけど。おー、オッケー。元気そうでよかった。よかった、よかった。今日はね、どうしたの？二人とも。ほら、スマイル。何にも聞いてないよ。相葉先生、何も聞いてないから。ほら、スマイル。Yes, yes, スマイル。はい、口角上げてスマイル。そうそう、可愛くいきましょう。キュート、スマイル。オッケー。はい、じゃあ今日は、バンドに出てくる、セリフを英訳していきたいと思います。Are you okay? イエーイ！あー、okay, okay. Congratulations! イエーイ！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 英語版は海外のサイト HiDive でご覧になることができます。今日はその英語字幕を参考に勉強していきたいと思います。こちらチェックアウト。 Oh, check it out! Yeah! ではまずこちらをご覧ください。ピョッ、ピッタン、ピッタン、コネ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 コ。あっちのバンドに入ったらポピパさんをこねることになる。ポピポさんは絶対にこねさせん。こねる？疲れてるね。ロッカちゃんの妄想でラスの2人がポピパとロゼリアをこねこねしちゃうシーンですね。こねこね。さてクエスチョン。いや、クエスチョン。このこねこね、英語でなんて言うでしょうか。お持ち回りですよね。確かライスケーキだったかしら。あ、うんうん、マッサージ、リラクゼーション。リラクゼーション、コネコネマッサージ。マッサージ、ね、コネコネしてんの？ No? もちもち、ね、もちもち、それ、yeah. 手肌触り、手触り、手触り、もちもち、ブツブツ、エルボー、No、エルボー、エルボー、ハニボー。コネコネじゃなくてドーン。いや、それはコネコネはもっと小さい感じで、ちっちゃい、ちっちゃい、ハオマ、オーマイガー。正解はこちら。スクイッシュ、スクワッシュ、スクイッシュ、スクワッシュ、スクイッシュ、スクワッシュ、オッケー。スクイッシュがぐちゃっと潰す、スクワッシュが押し潰す、オッケー。ぶそうですね。これでこね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 となります。スクワット、スクワット、ノノノノ、スクワットはこう、ノットスクワット、スクスクイッシュ、スクワッシュ、オッケー。スクイッシュ、スクワッシュ、オッケー。じゃあこのスカッシュ、yes, スカッシュではツムツムのちゅ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 役ツムツム、見本お願いします。スクイッシュ、スクワッシュ、オッケー、オッケー。はい、繰り返して。スクイッシュ、スクワッシュ、 yes, yes, yes. スクイッシュ、スクワッシュ、ミスクルム、スクイッシュ、スクワッシュ、 yes、スクスクワッシュ、 yes, yes, スクイッシュ、スクワッシュ、はい、スクイッシュ、スクワッシュ、レモンスカ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 ッシュ、次ネクスト。ではこちらをご覧ください。迎えに来たわよ。ん？バレオもいます。逃げるよ。ゴーバレオ。私もうダメかも。アスカちゃん運動部じゃん。私水泳部だから走るの向いてない。第2話でチュチュの強引な勧誘から逃げるロッカたちにひなちゃんがかけた言葉ですよ。もうね、ミスクルーひなですよ。ひな、ね、ルンルン、そう、ルン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 はちょっと今だけど、まあ、ルン
ルネ? だけど、まさにこの幼い、書けない、知らない人についていかないお菓子を英語に訳していきたいと思いますよ。 幼いルン、書けないルン、知らない人についていかないルン。 それはもう、ルン活用しすぎ。 それは英語では通じないから。 ルン活用しても最初は前半ひらがなだから。 Not English 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 please ルンって英語でなんて言うんですか、アイバー先生。 気になります。 え? それはもうロンロンロンこれロンマージャンロ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 ンじゃないロンロン。 本当ですか、先生。大丈夫ですか。先生、ちょっとスタッフさんに確認するのやめてください。チラチラ見ない。先生、走ってロン。オッケー、オッケー、オッケー。先生、先生、メッセージ、メッセージ、スタッフさんめっちゃ見てます。オッケー、オッケー。そうじゃないよ。お菓子の話してるよ。先生、お菓子の話してる。な? オッケー。ドントランドントランああ。おお、ノードントプッシュ。ああ、ドントがノー。ドントがノー。イエス、ドントがノー。では正解はこちら。ストップ、ドロップ、アンドロール、アウェイフロムストレンジャーズ。イエス。ドントがないんですね。まあ こちら説明しますと、避難訓練のお菓子、わかりますか皆さん。幼い、書けない、喋らない。 Yes! Miss Kudo さすが、こういった表具はアメリカにもあるんですね。どう、アメリカ。これがこのストップ、ドロップ、アンドロー。ストップ、ドロップ、アンドロー。これですね。はい、ミスクドハル、意味は? 止まれ、落ちろ、転げてけ、知らない人から。いや、ちょっと惜しいのよ。てけじゃなくて、てて、てシリーズね。てててててシリーズだから、止まって、落ちて、転がってってことよ。でも転がってっておかしくない。そう、 転がるんですよ。アメリカの場合はね、避難というより実際に衣服に火がついてしまった場合。 OK、想像して、ほら、 イマジネーション。 Yes, イメージ、イメージ。はい、火が来て立ち止まって、火ついた、立ち止まって、ちょっと無理だけど倒れて、ね、倒れて転がってね、転がって消火しましょうってこと。 OK、 だからそういう意味で Stop, drop, and roll っていう意味なんですね。 OK, だからひなちゃんのセリフはこのお菓子の表示をもじったものですから、最後の知らない人についていかないをここに付け加えたわけです。だから Stop, drop, and roll away from strangers. OK? Yes? Understand? いくわよ。 Stop, drop, and roll away from strangers. せーの! Stop, drop, and roll away from strangers! Okay, okay, じゃあその流れで Wow! Firebird! Wow! え、これ? Drop and roll! Yeah! Firebird! Firebird? Yes! Wow! Yes? Stop! Yes! Drop! Tower. Yeah, 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 yeah. Okay, これで賢くなったね。 Next!